日本ハムからドラフト1位指名を受けた福岡大大濠、柴田獅子、レオ、投手、18、が12日、福岡市内のホテルで契約金1億円、年俸880万円で仮契約を結んだ。金額は推定、最速149キロ右腕でありながら、打っても左打席から高校通算19発。投打の可能性についてはいろいろ。 球団からら話をしていただいたただののでその期待にに応えられるように今のところ本当にどういった選手像になるのか全くわからない。それも踏まえて今から楽しみですと前例にとらわれずプロの世界へ飛び込む。小渕スカウト部長は彼については二刀流という言葉を打ち消してスタートしたい。投打に能力の高い彼の力を我が球団で最大化して、 最適な活躍をしててもらおうと思っていますまずは彼の能力を本人と球団でしっかりと把握する二刀流という言葉が先走るのは大谷翔平二世ではありませんので柴田自身という人間が一番活躍できる方法は何かを一緒に考えていく両方をまずやってもらって彼がどう思うかと語った柴田が1年目の目標として色紙に記したのは 身体強化の4文字自分の課題は身体強化プロ野球選手になるための体づくりが一番の目標ですと堅実なステップアップを思い描いた。